さんオンラインショ こんにちは。5月の16日水曜日の株とか合わせの売買シナリオでございます。現時刻が5時10分を過ぎたところとこういうところで、外為市場の方も終了いたしました。東京市場終了とういう時間帯でございます。今日はちょっと遅めでございますけども。さて、本日の東京市場でございますが、ドル円レートの方はですね、2月の5日以来だったでしょうかね、1ドル110円台ずっと東京市場、もうほぼほぼ推移していたという状況でございました。200日移動平均線が攻防線の、まあ、ポイントになっているとういうところかと思います。 こちらです、えー、当社のネットトレーダー、えー、ちょっとご覧になっていただければと思いますが2万2700円台をほぼほぼ中心とした値、ね、動きになっているよというところで、えー、マーケットの方は終了しておりますで、えー、本日の東京市場の中で,です、ね、ちょっと私が注目いたしましたのはこちらでございま,す、えー、まずは向かって,向かって、えー、左側なんでしょうかね。 内閣府が発表としました GDP です。えー、実はこちらの方が悪かったと、よろしくなかったという結果になっております。まあ今後もでございますけども、いろんな各種報道出るかと思いますが、旧期ぶりのマイナス成長になってしまったというとこです。まあ消費の低迷というとこ、これで判明したわけでございますが、これで改めて何が分かったのかというと、まあ日本経済のブレーキとまでは言いませんが、日銀の金融政策の正常化というのは、これまだまだ先になるなというところが、まあ 一つ、まあ、判断できる材料になったのかなという,ふうにして感じました、えー、さてそして今度は向かって右側のところでございますけども日経225のオプションの方なんですがさて2万4000円に向けてのコールー継続してですね、まあ、ちょっと1万,枚、まあ、1万枚前後ぐらいなんでしょうか、まあ、各権利行使価格帯ありますけども、まあ、大きな膨らみがあるんですがこちらの方はかなり権利行使価格帯はタイトですよね。24,000 に向けて2万2875円、2万2750円のストライク水準からぐっと寄せてコールの出来高が膨らんでいるんですが、プットの方、こちらの方がかなり幅広くですね2万2625円からなんと2万トンで250円の水準まで、まあ、この辺は各1000枚ぐらいの出来高しかないんですが。 プットの出来高が非常に目立つというところ。まあ、0枚程度なんですが、そうなりますと、まあ、ロングもしくはショートストラングルの戦略、オプション戦略を取っているのかと思いますが、ちょっと幅広くですね、まだまだ値幅があるんじゃないかというような見方がですね、日経225のオプション市場から伺い知れるというところでございます。そして今はまだちょっと下に警戒を持っていらっしゃる方もいるのかなというところかと思います。さて、じゃあこの辺を踏まえて今夜の欧米市場どういった 見方をしたらいいのかというところで今回の売買シナリオはこちらでご案内させていただこうかと思いますドル円レートの方から行きます、えー、ドル円の方でございますけども109円の80銭から110円の40銭ということで、えー、継続してですねこの200日線のところの攻防線というのを意識しての展開という風うにしてみると ちょっと意イド広すぎ、広げすぎたのかなということもちょっと今、今更ながら、まあ、作成してからなんですが、ちょっと感じた次第でございます。えー、予想レンジ9の80、110円の40、980、0の40というところで、9の80で買って、0の20で売るで、40銭幅狙い、アゲンストは20銭幅ということで、109円の60銭割れたら一旦損切りというのが、買いの場合の、 えー、えい、ー、やんでございます。まあちょっとこの9の80まで買えるかなというイメージもちょっと出てきたんです今、今となっては遅いかもしれませんが、そうしたイメージをちょっと持ちました。で、一方で、売りの方なんですが、110円の30銭水準でこの辺のちょっと新規売り退去をして、で、買い物しは9の90、40銭幅狙い。このはちょっとタイトなんですが、で、アゲンストの方は30銭リスクということで、110円の70銭。 基本的には長期金利の動向に降らされるのかなというふうにして見ております。昨日の米国の指標もそうだったんですが、今夜も住宅関連の指標だとか、高工業生産の指標とかございますが、基本的にはこれを受けて長期金利がどういった動きをするのか、もう一回ですね、3 0丸九、ま9この辺をずっと長期金利の方が上昇していって、ドル全面高のような動きになってくるのか、で、それがドル円を支援するのかどうかというのがポイントになるのかなというふうにして見ておりますが、 えー、リキアンの FX 道場でちょっと書かせていただきました。カワス予約はまあまあ当然、えー、もう夏以降までずっと手当てしてるんだと思いますが、出来上がり水準を見た場合はですね、まあ、ちょっと細かい言い方なんですが、1ドル110円台での出来上がりというのを見ると、かなり細かくですね、輸出企業などが、まあ、ドル売りを持ち込んでるという話がインターバンク州から聞こえてまいりますので、この辺がですね、ロンドンフィクシングも含めて、ポロ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 出てくるのかどうか。 この辺がちょっとポイントになるのかなというふうにして見ております。で、その他でございますけれども、まあ、ドラギー CB の会合あ、ないしはポーランド中銀、えー、この辺のところはまあ、おそらく、えー、コンサバティブな動きになってくるのかなと思いますが、朝方ですね、ニューヨーク市場関係者と話をしていたのが、気になったのが、中近東、えー、イスラエル、サウジアラビア、この辺での、まあ、ヘッドラインニュースでですね、リスク感濃度の強弱、ちょっとこの辺は警戒しておかなくちゃいけないなというのと、 えー、それとですね、あとは、日米の、失礼、米韓ですね。米韓両軍でいつもこれ、えー、定例の共同訓練してます、えー。軍事訓練ですけども、マックスサンダー。えー、こうしたものに対して、えー、北朝鮮。 反門点宣言に対する挑戦だと、軍事的な挑発なんだということを非難して、韓国との閣僚級会談これ中止しておりますので、この動きがどういった形で、ま,あ、またトランプ大統領がツイッターなどで、えー、まあちょっと反論してくるのかどうか、北朝鮮からの非難を受けてトランプ大統領が応酬するのかどうか、これちょっと一応警戒というふうにして思います。 え、つい先だってシンガポールでの会談、会合の方が米朝会談、これ決まりました。え、で、一部では以前ですね、平ン,ンで会談を行われて、そしてノーベル平和賞を狙ってるんじゃないか、トランプ大統領はというような、え、まあ、煽り報道などもあったわけでございますけども、現実的には、 え、ノーベル平和賞、もしそういった動きになってしまって、そうなると平和推進に寄与したんだということで、軍事オプション、この軍事的な圧力は封じ込められて、今後北朝鮮包位圧力、後退するんじゃないかというのは見方もですね、まあ、霞が関などから聞こえていましたので、まあ、この辺がどういった取り出され方になるのかわかりませんが、 えー、ちょっとこの北朝鮮サイドからの韓国との閣僚級会談の中止、これへんがですね、トランプ大統領、どういった判断するのかどうか、一応この辺は警戒しておく必要性あるんじゃないかなという,うにして思います。まあそういう意味では、えーまあ、コンサーバティブに様子見でもいいのかもしれませんが、えー、この辺の動きがどういった形で、ハンマーケット、えー、関度を強めるのか、ちょっとご注意というところでご案内させていただきます。 日経平均株価の方でございますが、22,775円から22,900円というところでの予想レンジというのは、東京金融取引所クリック株365での反映の仕方というところでございます。現時刻が22,850円というところですので、えー、今日は60分足ボリンジャーバンドのプラスマイナス2シグマバンド内ウォークというところでちょっと細かく観覧いたしました。A 案の方は22,775円で買って、850円で売る75円幅狙い。 も22,700円ということで75円イチというところでございます22,700円ちょっと割れてしまいますと22,600円台をずっと下がっていってしまうこの上昇帯ありますのでこの辺で買った場合はちょっとエグジットというところです 売りの方なんですが、22,900円で売って、22,800円で買い物し、23,000円と、100円イーチで、23,000の壁を意識してというところでの設定でございますが、さて今日の日経平均株価冒頭にご覧になっていただいたかと思いますが、 22,700円台で、まあ、おおむね推移していたというところで、まあ、米国の株式動向なども見てというところだと思うんですが、ちょっと私は意外に思ったのは、値上がり、値上がら数が、まあ、よく890で収まったなという印象をちょっと個人的に持ちました。まあ、33業種中12業種しか上がらなかったというところもあるんですが、よくよく見ると、ネ下関連の方、やはりですね、 で、ファーストリテリングだとか、ソフトバンクグループだとか、KDDI、こうしたところの動きがちょっと難聴だったので、圧迫したのかなというところを感じました。まあ、あとは大日本住友製薬だとか、エーザイだとか、医薬品関連研究に推移したので、まあ、この辺はディフェンシブ関連、あとは米国の、債券再建金利上昇ということで、政府関連、まあ、この辺の強含みというのはあったので、意外と教科書的ではあったんですが、 えー、下がり銘柄数が1120と。まあまあ、この辺で収まっていれば、まだまだ今後の続きも出てくるんではないかなというのにう感じた次第での本日の株式市場だったというところでございます。ということで、ちょっと。 そうですね、東京市場でのテーマと、欧米市場、特にニューヨーク市場でのテーマ感、かなり温度差あるのかなといううにして感じました。まあ、様子見でもいいのかなとううにして思うんですが、値動きのはぜひチェックしていただいて、お取り組みいただければというふうにして思います。以上、5月の16日水曜日の株と為替の売買シナリオでございました。